はい、皆さんこんにちは、マネルグルビジです。では今回は帝国の戦の方パブキット坊の岬沖海戦ヤマトと氷リベンジ試行錯誤会、もう第10回目ぐらいになると思うんですけども、やっていきたいと思います。皆さんお付き合いをよろしくお願いいたします。前回はですね、まあちょっと戦術を大きく変えてですね、敵基地攻撃を最優先するという行動を行いました。まあ敵基地沖縄への特攻のタイミングがちょっと微妙に、まあ時間をね、逸してしまったところもあって、敵航空機の攻撃にさらされてしまった結果、敗戦したんですけども、今回は、同じような戦術を行っていくんですけども、敵基地沖縄への、まあ特攻のタイミングをもう少しね、入念に考えて、絶妙な、ここぞというところで、特攻をかけていきたいというふうに思っています。なので、送り込む艦隊は同じです。まず、必須で、まあ、海域に投入しなくてはいけない第1艦隊、戦艦ヤマト、慶順矢作、以下、駆逐艦8隻。第3艦隊は従順中心の艦隊です。第4艦隊は戦艦春菜、航空戦艦日向伊勢、正規空母天城葛城の第4艦隊を投入していきます。投入する海域、場所ですね、ポイントに関しても前回と同じです。マップの中央、上部、ここにヤマト以下第一艦隊を突入させて、ただしヤマトは洋上待機、水雷戦隊は敵の陽動のために南下を行います。第三、第四艦隊は一旦洋上待機させて、夕暮れ時には敵基地に夜襲をかけていきます。なのでまず夜明けとともに出撃をしていきます。で、洋上で夕暮れを待ちます。で、前回は矢作をですね、一旦その南下させる、水雷戦隊とは別に南下をさせていったんですけども、今回はですね、ちょっと水雷戦隊と同じような動きをしていこうかなと思っています。というのもですね、前回敵の空母に水雷戦隊取り付いたんですけど、まあ、残念ながらですね、火力不足で敵の母艦空母を沈められなかったという、まあ、痛い教訓を得たので、今回はですね、もう水雷戦隊に、駆逐艦戦隊に矢作も随伴させます。ではこれで時間を進めていきましょう。頼むぞ。で、ヤマトに関して言うと同じく切り離していきます。で、一応ね、策敵だけは行っておきましょう。さあ、敵艦隊発見してるね。どうする？まだまだ日が浅すぎて戦闘開始するのは早いよな。この時間に水雷戦隊が出てってもちょっと厳しいので、水雷戦隊も含めて一旦全艦隊洋上待機だな。見つかるなよ。敵の偵察機に発見されたね。発見されたら高速で移動を開始していきましょう。あとは雨頼み。爆撃機が飛んできてんな。かわしてくれよ。ここはしっかり操船してかわしていきましょう。
これはかわせない、これはかわせないよ、これはやはり激震されるよ。激震された。早いな。いやこれ発見されるともうちょっと厳しいな。ちょっと雨降ってくんないと本当にきつい。いや駆逐艦ケイジュン、ヤハギ、雪風とヤハギをすでに失ってしまった。敵と交戦する前に、まあ、それでもおとりの任務をしっかり果たしてもらいましょう。今おとりの任務がね最優先だからね。さらに敵の戦艦からの砲撃も受けている。お前らの死無駄にはしない。さあでは敵基地に攻撃を仕掛けていきます。この時を待っていた。今こそ敵基地に夜襲だ。第一艦隊水雷戦隊は本当におとりだけだな。何もできずに散っていく。空母が大破、空母が狙われているの。うわ空母が狙われてるよ、マジですかい。今回も厳しい戦いだな。雨も降らずだからね今のところ。ヤマトは大丈夫か。ヤマトをちょっと艦隊の隊列の内側に入れてヤマトを守りましょう。空母が沈んでいくんだな。まあ、空母が敵を引きつけてくれたということなんだろうとは思うんですけどね。ヤマトはどうしている。よし、ヤマトも突入だ。機動部隊をおとりにしなくてはいけないというこの虚しさ。さあ雨よ来い、雨を待っているぞ。今よし、ここで雨だ。この雨が降っている今のこのうちに敵の基地を一つは絶対に破壊したい。よし、ヤマトも完全に射程に入ったね。あとは全艦を上げて攻撃を仕掛けていく必要があるので、ヤマトは南下させる。もうこれ以上ヤマトをここに留め置くのは危険だ。
よし、南下を開始しよう。全艦隊南下。いや、駆逐艦が何もできないでいるな。駆逐艦を大取りに使おう。再び。ヤマトはまだ動けるよね。ここで雨が止んでしまった。雨が止んだぞ。あとどんだけ火力を集中できるかだな。ヤマト、ヤマト、ヤマト、こんだけの魚雷受けてる。いやー、これは持ちこたえられないよ。いやー、持ちこたえられなかったですね。ちょっと固まっちゃいましたけど。いやー、残念でしたね。まあ、一つ目のね、基地は。まあ、うまく。雨のタイミングもあって、破壊できたんですけども、まず、どうだろう。第一艦隊の水雷戦隊が全く戦果を上げられないまま、まあ、ほぼ壊滅してしまったっていうのが、まあ、ちょっと、今回の残念な要因だったのかな、と思いますね。で、あともう一つは、空母。まあ、空母がおとりになってくれたおかげで、ヤマトがね、沖縄に突入できたというのがあったと思うんですけども、まあ、味方の方は、全く、と言っていいほど、空母が活躍する場面なく壊滅したと。で、最後は、やっぱりヤマトに、あれだけの魚雷を受けてしまうっていう状況を、どう回避するかなんですけど、さっきの沖縄基地攻撃で言うと、まず一つ目の沖縄基地は壊滅させたので、そこにある航空機は出てきていないわけですね。で、どっからの航空機かっていうと、もうほぼ間違いなく敵の、空母なんですね。なので、やっぱり敵の空母を削るか遠ざけるかっていうことをしないと、ヤマトが、生き残れない。まあ、今の戦いで言うと、むしろヤマトを温存してもよかったのかなって感じなんですけど、ただヤマトの火力がないと、敵基地攻撃がやっぱり、まあ、効率的じゃないというのがあるので、ヤマトはやっぱり突入させることを前提に、戦略戦術、まあ、戦術ですかね。もうここに至っては、戦術を少し、考えていきたいと思います。ぜひぜひ皆さんからのね、アドバイスもお待ちしてますので、動画のコメント欄、もしくはツイッターのリプで、教えていただければと思います。なんかちょっと最後テンション低くなっちゃってますけど、惜しかったかなって感じがするだけにちょっとね、はい、残念な結果になってしまいました。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。